Thank you.
試合見るために新大阪のたこ焼き買わずに本当に私急いで来たんですよ、はいはい、でも負けちゃったんで、うん、今日今も引きずってますよ、まだたこ焼きのくだり言いました。絶対食べるんですよ新大阪に。あ、まだずっと帰ってるからお願いします。ドリンドルさんは、はい、オリンピック見てますか。ありら Arira
言ってて、でもなんか初めお客さん入れるって言ってたのに、うん、なんかやっぱ無観客なんやって思ったし、うん、ありらありら。ありら。
アリーラー、アリーラー、アラーリそしてその考えを象徴するように韓国では今最近はある日本語が付けられたサービスが流行っているという。お待たせと韓国語でお待たせ、一貫ずつ前で逃げてくれて、最後ぐらいだと思います。人々の生活の中に日本文化や食べ物は日常的に受け入れられているようだ。ソウル郊外に突如広がる江戸時代の日本の街並み。ここは9月にオープンした西森スタジオだ。ドラマ撮影のセットを活用した施設でラーメンなどが食べられる飲食店や土産物店、さらにはヒノキ風呂まで用意されている。アリーラー、アリーラー、アラーリアリーラー、アリーラー、アラーリー。はい、あのチャーハンは夜3人分。アリーラー、アリーラー、
ありらありらすごいオリンピックに対するやることに対するこのだって菅さんがオリンピックやったらまたもうあの時みたいにっていうねあの時みたいにとか僕が見てたあの時みたいにっていうコメントを言ってたぐらいだからだって伊達みたい今回は競泳のメダリスト矢下純一さんと元バドミントン日本代表塩田玲子さんを交え絶対に見た方がいい金メダル確実の注目選手や注目の競技をネタバレしちゃいます注目の選手を紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさにお二人が一番忙しいとオリンピックが最低と思ってるので一番最高の場所なので、はいはい、やっぱりオリンピックはいつもの感じとは違いますね。もちろん選手は普段通りいつも通りとコートには立つんですけど、うんうんうんはい、でもなんか本当にこう地に足がついてないような感じがすることもありますし、うん